飽和脂肪酸とは、炭素差に二重結合あるいは三重結合を有しない、脂肪酸のことである。飽和脂肪酸は、同じ炭素数の不飽和脂肪酸に比べて、高い優点を示す。肉、牛乳、バター、卵黄、チョコレート、ココアバター、ココナッツ、パーム油などに多い。世界保健機関による2016年のレビューでは、多量の飽和脂肪酸の摂取は、 心血管疾患のリスクを高めるとする。不飽和脂肪酸の場合、二重結合はシス型またはトランス型を取る。それに対し、飽和脂肪酸は二重結合あるいは三重結合を有せず、直線上の構造を持つ。脂肪酸の命名法は、IUPAC 性化学命名法に定義されている。脂肪酸シンターゼによって、 アセチル COA とマロニル COA から直差の飽和脂肪酸が作られる。順次、アセチル COA が追加合成されるので、原則脂肪酸は偶数の炭素数となる。体内で余剰の糖質、タンパク質等が存在すると、アセチル COA を経て、飽和脂肪酸の合成が進む。脂肪酸合成が炭素数18に達すると、 ステアリン酸の中央に二重結合が生成されて、体内で一家不飽和脂肪酸であるオレイン酸が生成される。例えば豚の体脂肪であるラードにはオレイン酸が豊富に含まれている。このオレイン酸から植物では二重結合が一個増えてリノール酸が生成され、ついで二重結合がもう一つ増えてアルファアリノレン酸が生成される。動物の体内には リノール酸もアルファリノレン酸も作る酵素が存在しないので、これらの不飽和脂肪酸を必須脂肪酸として摂取しなければならない。米国の食事目標が策定された時に、飽和脂肪酸の摂取を減らすために、動物性脂肪の摂取を減らすことが目的とされた。このように、動物性脂肪中に比率として多く含まれる脂肪酸である。植物油では、 全脂肪中の飽和脂肪酸の割合は低い油も多いがココナッツ油やカカオバターのように飽和脂肪酸を大量に含む油もある。植物油の脂肪酸組成は植物油の一覧植物油の脂肪酸組成を参照。主な食品中の全脂肪における主な飽和脂肪酸の割合は次の通りである。2016年の世界保健機関による システマティックレビューは、飽和脂肪酸の多量を摂取は、心血管疾患のリスク上昇と関係があるため、懸念があり、特に高不飽和脂肪酸に置き換えることで、血中脂質の状態を改善することが確認された。飽和脂肪酸の多い食事は、インスリン抵抗性を生じさせ、糖尿病の罹患が増加する、可能性が示唆されている。また、日本人において、 飽和脂肪酸摂取量が少ない人では脳出血罹患の増加が認められる。大腸癌及び水臓癌の罹患との関連は認められていない。2010年の日本の食事摂取基準では飽和脂肪酸について全カロリーの4.5%が摂取加減、7%が摂取上限であると考えられている。アメリカ心臓協会は 心臓病と戦うための健康的な食事と生活スタイルを勧告している。脂質関連項目を以下に抜粋する。脳にも悪い影響を及ぼす。アナルズ・オブ・ニューロロジーに掲載された6000人の女性を対象としたハーバード大学の研究によると、飽和脂肪をたくさん食べた人は記憶力と思考力が大幅に低下した。研究者たちは 飽和脂肪の消費によって引き起こされる高レベルの炎症が脳の動脈に損傷を与え認知機能障害を引き起こす可能性があると推論した。デンマークでは2011年10月1日から脂肪税と砂糖税として飽和脂肪酸が2.3%以上含まれる食品に対して飽和脂肪酸1ラムあたり16クローネを課税し施行前には 飽和脂肪酸の多い食品であるバターやピザ、肉、牛乳といった食品に買い込み需要が高まった。この世界初の脂肪税と佐藤税は翌年には廃止された。日本の国立がん研究センターが4万3000人を追跡した大規模調査では乳製品の摂取が前立腺んのリスクを上げることを示し、カルシウムや飽和脂肪酸の摂取が 前立腺癌のリスクをやや上げることを示した。飽和脂肪酸を食べる量が多いグループで、心筋梗塞のリスクが上昇するが、反面、飽和脂肪酸を食べる量が少ないグループで、脳卒中のリスクが上昇する。2014年3月発行のアナルズ・オブ・インターナル・メディシンでは、飽和脂肪酸は、心臓疾患の原因にはならないという研究が発表された。 飽和脂肪酸の摂取量を減らすことは、女性の場合、特に害がある。飽和脂肪酸の摂取量を減らしている女性の場合、高皮重、リポタンパクの量が急減し、心臓疾患にかかるリスクが高いとされる。ありがとうございます。